6時半に起きて、ダメだと思って、うわちょっと早く起きすぎたなと思って YouTube 見て、7時半までは記憶あるんですよ。気づいたら寝てまして、起きたら今でした。はい、そう、だから6時半から試合しててくれればよかったのに。寝てた。今は同点の9回が終わってタイブレイクです。夏祭りハルピョンコラボの海鮮ミルフィーユ3回買って食べました。嬉しい、ありがとう。そんなにいっぱい買ってくれたの。一応ねイヤホンもね挿しているんですけど、パントはうまい。スーさん、ハートありがとう。頑張れ。なかなかね、甲子園で高校野球、マジか。周東さんみたいなの見てるわ私今。あ、え、なんで、あらラインあるんだ。わかんないよそんなラインなんて。わかんないよ。取れたと思ったな。今悔しい。めっちゃ笑顔やん。
高校生ってどれくらいの速さでなんですか。普通140キロ出してるよこの人。すごそんなもん。お互い笑顔なのちょっと怖いんだけど。あ、危ない。みんな笑顔なの怖いんだけど。みんな笑顔なの怖いんだけど、でも笑顔でいよう絶対勝つよみたいな気持ちなんだろうな。うーマジか。朝からホークスはやばい。もうホークスはなんかもうちょっと今大変なんで、もう富山応援します。頑張れ。いやもう起きますよちゃんと。あれをやらなきゃ。頑張って福島振り起こししなきゃいけないの。146球目ってやばくない？大変だよね。満塁。怖っ。やだ。ダイソーじゃないんだ。
怖い怖い、めっちゃ怖い今。イーボル、ツーアウト？こういう試合を見たいんだよ。やばい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 。やばいやばい、頑張れ、あとはなると、うわドキドキ、びっくりした、150キロかと思った150球もやばいね、すごいね、1年生なの？うっ、よし、お願い、頼むよ、マジで頼むよ、富山すぐ負けるんだよ、すごい、これすごかったな、すごかったね、もうなんかもうコンタクト入れるのもなんかもう無理だった。
年下ですよ私。みんなもか、ほとんど年下か。やだやだ。すごそんなすごいピッチャーなの。そんなすごいピッチャーなの。やばくない？1年生、1年生で甲子園で投げてるってすごいですよね。だってこの間まで中学3年生だったってことでしょ。2007年生まれ。ね、無理、怖いんだけど。怖いんだけど。めっちゃ怖くない？どうするの？どうするの？政府。なんか撃たれた時の私の声がさ、自分が撃たれたみたい。うう。よくない。危な。なん
かよくわかんないけど1点取った。とりあえず止めるんだ。止めて正解なんだ。すごい。え、兄弟バッテリーってそういうこと？兄ちゃんがキャッチャーやってんの？やばいね、ママとパパ胸熱だね。じゃない？兄ちゃんがキャッチャーで弟ピッチャー。今このグラウンドに出てる佐賀の鳥栖工業の人たち、自分の家族やんみたいな。ドキドキだけどね、きっと。なあ、落ちて、取らないで、取っちゃった。まあ1点取っただけでも大きいですよね。今この1点が、1点上げてもいいの、1点が大きく出る、出てほしい。今日は9日か。8月8日野球の日、なるほどね。
の曲なんだっけ、甲子園よく流れますよね。甲子園よく流れます。テリ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 、何の曲だっけ。あ、モノマネ番組か。甲子園でよく流れる、違うか。そうだ、顔真似みたいなやつだ。1点追加。で、どこ？今二塁にいるんですね。帰らせません。え、そうなんだ。怖い怖い。それはそれで怖いよ。この戸塚くんのこの闘争心みたいなのをメラメラ燃やしちゃいますみたいな、それが一番怖い。そう、おう、そりゃ疲れるよ、160球も投げてたら。うっ、いい音。よく頑張ったね。誰か知らないけど。すごい。うん、守備うまいの大好き私。この子さ、あれじゃない、今取った子、さっき交代したダイソーの。ですよね。足速い子。ダイソーの子。すごくない？ちゃんと覚えてんの。
試合面白いけど12時までに再販買わないと。やばい、あとみんな1時間ちょっと、再販買わないと。再販買わないと。みんななんと綺麗、あ、いいバンドだと思いましたよ私も。キャプテン、いた、バットか。それでもファールになっちゃうの？やば。そりゃそっか、バットに当たってるから。めっちゃ狙いに行けばいいや、あのバットに。もう逃げるしかないんだね。グリップに当たってヒットっていう例もある。あ、え、じゃあさ、グリップに当たってさ、キャッチャーがその当たったボール、そのボールをさキャッチしてたらさ、アウトになってたってこと？やばいね。10秒だって。みんな今リモコン持ってるんだろうな。めっちゃおもろい。みんな今リモコン置いたんだろうな。めっちゃおもろいわ。
これはもう決着がつくまで一生タイブレイク、そりゃそうだよね、どっちかが勝ち上がんなきゃいけないんですもんね。そりゃそうだよね。15回まで？え、じゃあ15回終わっちゃったらどうすんの？お腹出ちゃった。再試合、引き分けになると再試合。あ、へえ、ここまで頑張ったのに？もう疲れちゃうよね。頑張れ富翔。翌日だとしても疲れますよね。マジか。そんなことってある？つらハルピアも甲子園見ないです見てもあと決勝ぐらい なんか起きなかった、えみたいな。いい笑顔だ。早く喜びたくてしょうがなかった、今のこの顔。おめでとう。
めっちゃ酔いそうなカメラワーク今の。もうなんか私が野球見たら負けんのかな。最近ちょっとね、あれですよね。マークンさんハートありがとうございます。ホークスの試合も最近なんか私が全然見てない試合でめっちゃ勝ってたし、2試合とも。いやそうなんですよね、 WBC はなんかあんなに活躍したのに、私の勝利の女神パワー本当だよ。なぜかプロ野球と高校野球になったらちょっとダメみたい。私お疲れ様です。とりあえず今日は、私はこの後はとりあえずあれを頑張ります。頑張って福島の振り入れ振り起こしを頑張りたいと思います。はい、ということで、配信はちょっとまた気向いたらやりますね。ただいま再販やってます。第二販売やってます。オンライン、10月のオンラインと1月のオンラインが残りわずかまでもう少しらしくて、皆さんのおかげで10月15日の第4部売り切れ、ありがとうございます。はい、いっぱい喋りましょう。ありがとう。ということで、ぜひこちらからポチッとしていただけたら喜びます。ペコリ握手会もやってます。握手会、握手しなくてもいいです、全然。握手会も始まったので、ぜひ皆さんお待ちしております。ということで、11時あと5分、どうしようかな。あと5分やってからランキング読むか、もうランキング読むか。あ、砂集めてる、いっぱい持って帰るんだよ。みんなシックスの袋に入れて、そのトンボ貸してくださいって言いたいね砂集めたいんでトンボ貸してください。
確かにクリスマスに幕張行って舞浜越えなきゃいけないの？幕張行ってそれはしんどいね。だってね、カップルの聖地みたいな、カップルの聖地ではないけどね、大変よそれは。確かに人いっぱいじゃない？電車の中とか。私でも12月あ大丈夫だよ。12月朝早くもないし夜そんなめっちゃ遅いわけでもないから、多分みんながそのカップルたちはみんなもうディズニーで楽しんでる間に私のお話し会があるので安心してください。アトラクションに並ぶよりハルピョンのレーンに並ぶ方がいい？そうですよね、そう思います。高校野球、これ、うわすごい、トレンド1位だよ鳥栖工業。いやそれな、富山のライト、ライトっていうか交代してからのライト、秋田くん背番号10番覚えました。富山なのに秋田っていうちょっと難しい。
もうあとは鳥栖工業を応援するしかないんですよ私たちは。なんかもう鳥栖工業が優勝してくれてヤーマンみたいな、優勝したチームだもんねみたいな。確かに弟がピッチャーだと兄どんだけ嫌なサイン出した、嫌なサインっていうかどんなサイン出してもう首振らないのかな。どうなんだろう。全部わかりましたって投げるのかな。そうだよね、首振ったら家で兄弟喧嘩。充電ないよって言われちゃった。あ、11時超えてる。ということでランキング読みます。そう、ちょうど11時回ってからランキング読もうと。今ツイッターも更新したのでぜひ後で見といてください。あとはとりあえずお話し会、握手会、オンラインお話し会、皆様お待ちしておりますので、ペコリよろしくお願いします。トスは佐賀です。ミッサーといつもはさ仲良く、野球は仲良く見てるはずのミッサーと今日は対戦しました。試合見たい、ハイライト。あ、そんないい、そんないいボールを。あ、そこで1点取ったんだ。寝てた。え、めっちゃ雨降ってたの？それで160球投げてたのはしんどいって。ね。これよかったね。いい守備だったわ。流れがね、うまくこっちまで来なかった。いい犠牲フライだったわ。あ、これさ、ピッチャーさ取らずにこうやってずっと見てたらさ、ボテボテファールになったかな。ならない？さすがにならないかな。でもまあ高校生にそんなことしてほしくないですよね。そうですよね、ごめんなさい。それはプロ野球ではしてもいいけど、高校生にそんななんかファルになれみたいな、そんなのプレー見たくない。確かに。確かにそうかも。そうですよね。
だよね。ごめん、ちょっと高校生に変な悪知恵教えちゃった。大人の悪知恵教えようとしちゃった、ごめん。ということでランキングいきます。え、日本日大さんと社って何かなと思ってた。日大三社かと思ってたの私。別なんだ、日大さんっていうところと社社って何、社ってどこ。やしろどこ。ランキング読もうとりあえず。でもやしろ気になる。兵庫、へえ。日大三社って何と思ってたら。ありがとう教えてくれて。あ、本当だ、兵庫。いきます。1位くじなだいごさん、2位ベベモンさん、3位マックミックさん、4位 YKK さん、5位にゃーこさん、6位バージョン R さん、7位マークーンさん、8位そのみさん、9位三丁目のハゲテルさん、10位エボルタさん、12位カーアットピョンズさん、13位マジカナバナナアット再販何枚追加すればいいですか、過去愚問。これなんていうのが正解なんだろう。再販、そうですね、ちょっと難しい質問ごめん。こういうのはすぐになんか、いやもう変えるだけ全部とかなんかスラッと言ってははって終わるのが正解だったんだろうけど、ちょっと私のいいとこが出ちゃった全部って言ったら全部買っちゃいそうと思っちゃった、ごめん、いいとこ出ちゃった。13位バードさん、ありがとうございます。ということで今日のラッキーナンバーは2456人の方が来てくださったので24位。なんかでも最近こればっかりだからやめよう。56-24は32位。としさん、ありがとうございます。ということでありがとうございました。またね、ぜひ皆さんはね、自分の地元の高校が勝っていくことを祈ってください。それでは、まあ、とりあえず飛び勝お疲れ様です。ありがとう、一緒に見てくれて。またちょっとあのこの練習に飽きたりとかしたら配信するかもしれない。うん、またね、バイバイ、ありがとう。